さあ今回はパワーアイソメを使って船のカレー釣りにやってまいりました。船のカレー釣りといえばこちらのマルキューインストラクター日野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日野さん、パワーアイソメ使ってカレー釣りだいぶやられてるそうなんですけども、どうですかね。はい、発売当初から、かなり、使わせていただいて、はい、かなり釣果が上がっております。釣れてますか。はい、生アイソメとほとんど寸分違わず、はい、かなりの釣果が上がってます。それは相当期待できますね。そうですね。じゃあカレー釣りいろいろ教えてもらいながら、実際にやってみたいと思いますので。わかりました、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは日野さん、船のカレー釣りの仕掛けを教えてください。はい、今日使用する仕掛けは道糸、PE の 0.8 号にナイロンのリーダーを、5号1ヒロつけてます。使用する仕掛けは市販のですね、片天秤3本針仕掛けです。重りはナス型の重りの30号をつけてます。で、つけ方とすると、太いところの頭の方から4分の1ぐらいのところに針を刺して縫い掛け1回縫って、この状態ですね。そうすると下のアピールと上のアピール度が上がるんで、で、食いの渋い時はここを加えた時でも吸い込もうとした時に針先が近いんで、フッキング率が上がるんで、で、食い込みのいい時はアピール度を上げるために太いところから頭の方からこう刺してタクシ上げて針先を出す。この状態ですと非常に泳ぎが良くなるんで、食いのいい時はこのままここを加えた時に吸い込んで、ここで針がかりする。また非常に食いが悪い時は逆に中間部分に針を刺して縫い掛けにする、こういう状態ですね。この状態で誘いをかける。そうするとどちらを加えて吸い込もうとした時にフッキングするっていうことですね。日野さん、カレイの釣り方ってどんな感じで釣ればいいんですかね。そうですね、まず重りが着底して、で、小さい誘いですね、小さい竿先で小さく誘って、そこを小さく重りを転がすイメージで、転がすイメージですか、はい、転がすイメージで誘いをかける、仕掛けを踊らせるっていうことですね。で、それずっとこう誘ってればいいんですか。そうですね、誘って大きく重りを浮かして誘いをかけて、またゆっくりと下ろしてあげる。なるほど。また小さい小突きを小さく小突きながら、また大きく誘ってあげて食うのを待ってあげる。そういう繰り返しをしていく感じですね。そうですね。で、当たりってどんな感じで出るんですかね。竿先に小さい当たりが出ますし、手に小さく微妙な重みも感じますんで、その時にいきなり合わせるんじゃなくて、ちょっとタイミングを置きながら、さらに
食い気を誘って、さらに竿先が入り込みそうになった時に合わせる。いきなりこう当たりで合わせるんじゃなくて、ちゃんとこう確認しながら大きな食い込みで合わせていく。そうですね、今のカレーが特にちょっと口が食いしぶってますんで、いきなり合わせてしまうとバレてしまいますんで、小さく誘って大きな引き込みも待って合わせる。なるほど。日野さん、パワーアイソメですけど4色ありますけど何使ったらいいですかね。はい、4色すべて超過が出てるんですけど、はい、私は特に、桜アイソメが、アピール度が強くて、あとグローが入ってますんで、非常に超過が上がってるんですよ。アピール力、色が結構目立ちますもんね。そうですね、水中の中でのアピール力もかなりありますんで、なるほど、特に桜磯目をおすすめしますね。カレーにはかなり実績高いですか。そうですね、私の中では非常に実績が高いんで、なるほど、常時使ってます。じゃあちょっと使ってみよう。カレー釣りにはパワー磯目のどのサイズを使えばいいでしょう。いつもパワー磯目の太をふさがけにして使ってます。なるほど、日野さんはいつもパワーアイソメの太でカレー釣りやられてるわけですね。今回は極太も出ましたけど、こちらはどうですかね。極太は非常にアピール力が上がって、大物にも非常に効果が上がると思います。あ、なるほど、大型狙いの、カレーの大型を釣りたいときは極太を使えばいいわけですね。なるほど。そうですね、